67歳にして初めてのパソコンの立ち上げ。Windows 10のサポートが終了とのことで、ノートパソコンを衝動買いしてしまいました。買ったはいいけど、初期設定が大変なんでしょ？電気屋で買うといくらか取られるっていうから、自分でやることにするけど、ネットで買ったら自分でやるしかないもんね。10日以内なら返品もできるって書いてあった。だから、この梱包の箱もきれいにしないといけない。今使ってるのは Windows 7を10に変えたディスクトップ。ノートパソコンを使うのは生まれて初めて。新品いいね。下部中央にあるアクセシビリティアイコンを選択してください。初期設定全くわからないので、テレビに立ち上げの YouTube を流しながら、それを何度も繰り返して登録しています。時間がかかりましたが、初期設定なんとか成功しました。しかし、最後に大きな問題が発生しました。それは最後に発表します。
そうそう、大きな問題ね。それはイヤホンが普通なの。イヤホンジャックに挿しても普通の音が消えないの。ノートパソコン致命的だよね、これは。